おはようございます。庭で家庭菜園をしているケントです。今朝のミニトマトの収穫は1個だけです。去年もでしたが、収穫終盤になる頃にはミニトマトに白いナス粉貝殻虫が発生します。収穫も終わり頃なので、去年は放置しましたが、今年はベニカがあるので散布しておきました。今日は天候が雨予想なので散水はやめました。せっかく散布したベニカが流れてしまうかもですね。防虫ネットの向こう側の万能ネギのところが踏み荒らしたようになっていますが、足跡がわからずに犯人は不明です。ご覧のようにミニトマトの葉っぱは枯れたものはカットして撤去していますので、葉っぱが激減してスカスカ状態です。